ケリー・スケーターは、オーストラリアの元女子、プロレスラー。ビクトリア州、バッカスマーシュ出身。2007年3月、母国の団体である、ポアにて、バトルロイヤルでデビュー。同年7月、女子部にあたるポウィタアげに参加。2008年8月2日、ポウィ王座獲得。2010年11月、NHPW のインティガールズ、オーストラリアン王座を獲得。 2009年5月、米国の女子プロレスイベントシマーに初参戦。初戦は、ルフィストのバーニングハンマーに敗れるも、夜には、ジェシー・マッケイからピンフォールを奪う。以来、シマーの常連となる。2010年9月の大会では、セリーナ・リーブ、アメージング・コング、大畑・ミサキとそれぞれシングルで対戦している。2011年3月には、米国の女子プロレス団体。 WSU にも参戦。カナダイ CW フィメスファタレスなども転戦する。2013年4月、中川智香とのタッグでシマータッグ王座ダッシュ。2011年5月に初来日し、8日の例な女子プロレス本旗揚げ戦に参戦。シマーからの資格として、神林明と初代 TLW 女子インターナショナル王座を争うが、敗れる。15日には、 ヘイリー・ヘイトレッドとタッグを組み、カンバヤシ石橋・シシアオイ組と対戦。12月に再来日。レーナのほか女子オン・ホープ、スターダム、01、ウェーブに参戦する。01では、ミックスタッグで、橋本大地と対戦した。2012年12月に3度目の来日を果たし、スターダム、ウェーブに参戦。スターダムでは、中川友か、 ポーシャペレストのシマー軍として、アーティスト・オブ・スターダム王座初代決定トーナメントに、エントリー主決勝まで進むも、川崎勝鹿最強伝説に敗れる。2013年12月に4度目の来日で、スターダムに参戦。後楽園、ホール大会で、安川アクトの持つワンダー・オブ・スターダム王座に、挑戦するも敗れる。他に、千女・ W-1 にも参戦。 2014年11月に5度目の来日。スターダムや3年ぶりとなるレーナ、パートナーの中川とモカの引退興行を行う、OZ アカデミーに参戦。2015年12月6日、空位となっていた、アーティスト・オブ・スターダム王座の王座決定3、ウェイ戦にて、松本博代 &EB とのタッグで挑戦し、王座獲得。2016年、帰国後に、 新たなステージへの挑戦のため女子プロレスを引退。2017年2月26日に OZ アカデミー新宿大会に来場し、引退セレモニーを行う。前日にはディープジュエルズに参戦したシェイナ・ベイズラーのセコンドに紫カミナリーオと共についた。ありがとうございます。